はい、朝の6時ですね。河原から帰ってきました。はい、冷蔵庫の中ちょっと見てみましょう。あまり変わらないですね。奥にお米がありますね。あとお餅ですね、これ。お餅、あと何がある？味噌、大豆があったり、これこんにゃくか。こんにゃくですね。あとお酒があって、マーガリン、昨日の残りのおかず、納豆、お茶とね、これ薄めてカルピスですね。これ薄めて飲むやつね、母親の友人からもらったそうです。あとは味噌汁を残りですね。あとご飯の残りもありますね。あとはね、ヨーグルトとか、ちょっと一回閉めよう。よいしょ。ヨーグルト、海苔の佃煮、キムチ、ご飯、これはたくあんかな、黄色いの。これも残りですね、おかずの残り。あとこちらにハムとチーズがあります。こちらに卵、お茶とかコーヒーとか、これはポン酢か。よいしょと。昆布つゆ、みりんとかね、調味料類が合いますね。だし醤油とか。醤油は向こうにあります。マヨネーズ、ソース、あとね、これ業務スーパーで買うホットスパイシーソース、こんな感じ。最近はね、野菜買わないですね、あんまり。これはね、お米です。お米を冷やしてます。人参とキャベツ、じゃがいもがあるぐらい。あと生姜、たくあん、わかめかな。はい、最近はね、母親も僕も食欲がなくてね、あんまり買い物も行ってないんで、空いてますね。これはフライドポテト。これも母親の別の友人からいただいたね、冷凍の今川焼きですね。あと、ホッケの小さな開きがあって、油揚げ、これちょっとわからない。これは鶏肉ですね。あとは昨日買った業務スーパーのウインナー凍らせてあります。あとイカのリングとハンバーグ、枝豆、油揚げをね凍らせてあって、これが今川焼きか。あと適当に豚肉とか、レギュラーコーヒーを冷凍に保存してあったりとか、こんな感じですかね。はい。ということで、冷蔵庫、なんとなく紹介してみました。はい。9月に入ってね、台風の影響でしょうか。大量にね、雨が降ってから、急激にね、草が伸びましたね。1週間前はね、本当にね、まだ除草剤まかなくてもいい。今年はもうまかなくていいのかななんて思ってたら、ひどく伸びました。はい、1週間で15センチぐらい伸びちゃった。ということでね、例年通りね、9月もしくは8月の末にね、除草剤撒いてましたけどね、もうまかないといけないですね。ちょっとびっくりしましたね。最近ちょっと雨ね、降ってたんでね、あんまりこちら庭の方来なかったですね。こんな感じで青々としてますね。昨日までね、小屋に干してあった洗濯物をね、出してきましたね。もう乾いてるんですけどね、やっぱり日光に当てると当てないだとだいぶ違うんで、そうですね、乾いてますけど。
2時間ぐらいね、日光に当てて、取り込みたいと思います。聞こえますかね。今午前9時ぐらいですけどね、虫の声が聞こえますね。もう完全に秋のね、雰囲気は暑いですけど、もう完全に秋に入ってますね。急遽ね、除草剤撒くことにしました。1週間のね、天気予報をね、見たらですね、今日と明日からは晴れますけどもね、それ以降はね、ずっと雨というね、予報になってたんで、とにかく今日しか撒く日ないですね。でとにかく明日、雨が降らなければね、なんとかね、枯れてくれるんじゃないかなと、思います。ということで急遽、やってきますね。ちょっと洗濯物もね、取り込んで、まだ日差しはね、本当に真夏という感じですけれども、ちょっと急遽、今もう10時ぐらいかな、ちょっと日差し強いですけど、除草剤撒いてきます。これだけの面積のところをね、草刈りやるっていうと、やっぱり時間もかかりますし、暑いですしね、こういう感じのね、除草剤ならね、1回撒くのにね、40分ぐらいですかね。それぐらいでね、済むんでね、なんとか我慢してやってしまいますという感じですね。今年はね、もう3回目の除草剤を撒いてますんで、これを撒けばね、もう冬まで撒かなくていいですね。次の春まで。それはね、毎年やってるんでよくわかっています。2ヶ月前にね、買った噴霧器ですけどね、今回使うの2回目ですね。1回目使ってみてね、気がついたんですけどね、こちらの方がね、よく枯れますね。多分、霧がね、細かいんじゃないかなと思いますね。だからね、ほんと買ってよかったです。今年の夏はね、7月はずっと毎日雨ですね。暦が変わって、8月になったら雨がぱったりやんじゃって、ずっと猛暑。そして、9月に入るとですね、また雨がね、毎日降るという感じでね、今日明日は晴れますけど、暦を見るとね、またずっと雨という変な気候ですね、今年はね。はい、基本一人です。業務スーパーのね、駐車場来てます。9月に入りましたんでね、業務スーパー月間セールということでセール中ですね。ですのでね、ちょっと安いものがね、あるんじゃないかななんて思いますね。ということで、ちょっと見に行ってきます。はい、買ってきました。セールのね、チラシもね、いただきましたね。まずパンが75円、いつも買うキムチですね、400g、158円。セールでね、カレーですね。今回中辛も買いました。98円かな。1個98円です。いつもね、辛口しか買わないんだけどね、母親がね、辛口は辛すぎると言ったんでね、ちょっと中辛も買ってみましたね。まあそういうことですね。たくあんですね。98円。
あ、さっきのカレーね、98円ですね、これ。98円。1個98円。キムチ鍋の素。毎年ね、冬に食べてるんですけどね、この業務スーパーのキムチ鍋の素。ちょっと早いですけどね。食べるのは多分2ヶ月後ぐらいになると思いますけど、一応2つ買いました。これ1個ね、77円です。これほんとね、セール中77円なんでお買い得ですね。セールが終わった後でもね、98円で買えます。で、普通のスーパー行ってね、割と普通のね、キムチ鍋買うとね、200円とか300円するんでね、こちらのね、77円、今買うと77円、通常で買ってもね、98円だと思いますけどね、このキムチ鍋ね、なかなか美味しいんでね、おすすめします。あとこちらですね、いつも買ってるウインナーですね、こちら冷凍にして保存しますけどね、セールでね、438円かな。あとこちらもセールですね、1.5 リットルのサラダ油、298円ですね。安いですね、これね。ちょうどサラダ油がなくなってきたから。あと生姜がなくなってきたんで買いました。3割引きで67円。あとこちらのね、薄力粉も安いです。1キロのね、薄力粉。これがね、98円です。これはね、本当に安いですね。セールだから安いという感じで。他のね、スーパー行くとね、150円ぐらいですもんね、1キロだとね。ということでね、なかなか、いい買い物ができたんじゃないでしょうかということで。まだね、9月ずっとセールね、同じ値段でやってるんでね、また買いに行きたいと思います。ということでね、どんな感じかっていうとね、まずね、インスタントコーヒーの298円のね、これが大きなインスタントコーヒーですね。298円だったりとか。これカレーですね。ポテトチップスが65円だったり。ふりかけるチーズ、178円っていうのもね、安いみたいですね。あとどんなのがあるかな。当然、小麦粉の99円とか。あとね、カントリーマームとかね、ホームパイですね。これが178円なんでね、これも安いですね。焼き海苔の298円も多分安いと思います。あとは、ごま油 600g が578円とか書いてありますね。あとどうだろう。ウインナー僕が買った438円。あと粉のコーヒーですね、引いてあるやつ。ラグジュアリッチのモカブレンドがね、400g で298円。これも50円ぐらい値下げしてますね。あとポテサラがありますね。これちょっと安くなったから今度買ってみましょうかね。ちょっと1キロあるからね、母親と2人だとちょっと辛いかもしれませんが。ポテトサラダがね、1キロ348円とかね。厚焼き卵の1本が128円だったり。500g ってちょっと大きいやつが198円とか。あと僕が買ったキムチ鍋とかちゃんこ鍋とか、いろいろあるんですけどね。それが全部77円ですね。ということで、なんか別に業務スーパーの回し物じゃないです。僕別に何も、もらってませんからね。ということで、現場からは以上です。